実な状況にある今こそ、底上げ、底支え、格差是正、人への投資、社会的セーフティーネットの強化につながる政策制度を通じて、雇用と暮らしを守り、将来の希望につながることが重要です。政府としても、賃上げ税制の拡充など、あらゆる施策を総動員して、企業が賃上げをしようと思える雰囲気を醸成してまいります。